ビュルテンベルク公エーバーハルト3世。エーバーハルト3世は、ビュルテンベルク公ビュルテンベルク公ヨハンフリードリヒとその妻で、ブランデンブルク選帝公ヨアヒムフリードリヒの娘であるバルバラ・ゾフィアの間の、次男として生まれた。30年戦争中の1628年に、父が急死したためわずか13歳で、公爵位を継いだ。当初は一番年上の叔父のメンペルガルト公 ルートビヒ・フリードリヒが、その死後はもう一人のおじのバイルティン元公、ユリウス・フリードリヒが、貢献人を務めた。ビュルテンベルクは1629年に、広告の領域の3分の1を創出した。1633年、エーバーハルト3世は、おじのユリウス・フリードリヒによる貢献を廃止、完全な申請を行うことを宣言した。1634年9月6日のネルトリンゲンの、 戦いで、ビュルテンベルク軍が悲惨な敗北を喫すると、ビュルテンベルク公国は敵のカトリック軍により、激しい略奪の対象になった。ストラスブールに逃亡した、エーバーハルト3世は1637年に、同地で最初の結婚をし、神聖ローマ皇帝フェルディナント3世との長期にわたる、急戦交渉が実って1638年には、公国に帰還することができた。 彼が帰国すると、すでに広告の多くの地域が新生ローマ皇帝の与党の諸勢力に引き渡され、その地域ではカトリック改革が敷かれていた。ビュルテンベルク広告は長い交渉の結果、1648年のベスト・ファーレン条約で、全領土がエーバーハルト3世の元に復帰したが、戦争中に土地が痩せ衰え、民は飢餓に苦しみ、センペストが流行し、 人口は1618年には35万人いたのが1648年にはわずか12万人に激減していた。1649年、エーバーハルト3世はすぐ下の弟フリードリヒとの間で分割相続に関する協定を結び、フリードリヒはビュルテンベルクのエーとシタを与えられてビュルテンベルク家の新たな分家を創始した。 1651年にもう一人の弟、ウルリヒとの間にも同様の協定を結び、ウルリヒには相続分としてノイエンビュルク城が当てがわれた。1674年、59歳で死去。息子のビルヘルムルートビヒが後を継いだ。1637年2月26日、ザルムイコールキルブルク博家出身のアンナカタリーナと最初の結婚をし、間に十4人の子女を設けた。 アンナ・カタリーナとは1655年に死別した。1656年7月20日、エッティンゲン博家出身のマリアドロテアゾフィアと再婚し、マニック人の子女を設けた。ありがとうございます。